イエーイ。それでは後半戦いきます。アニメ偽物語ブルーレイオア DVD 第3巻カレン B かっこげお買い上げの熟女家系皆さんコンボテラちょっと待てうぬちょっと待ちすぎろ。何ですかしのぶさん、老女家系皆さんの方が良かったですか。誰が老女じゃ、ぶっ殺すぞ。いやだって後半はロリって言わないって決めたじゃないですか。反省したわけですよ。私もロリって言い過ぎだって。確かに私たちは見た目がロリで精神もロリなロリコンビかもしれませんが、だからってロリに触れてロリロリ言ってばかりでは品位というものに欠けるということにロリ巻きながら気づいたのです。その反省をロリ良い形で表すためにはロリという言葉をロリ切って封印し、反ロリとしての言葉である熟女、あるいは裏ロリとしての言葉である老女を使っていかなければいけロリと思ったのです。うぬ、1ターンのうちに何回ロリというつもりじゃ。なんじゃロリに触れてって、触れるな。思いのほかいかがわしい言葉になりましたね。ロリ巻きながらってどういう意味じゃ。どう巻いたんじゃ。おさ巻きながらです。本当に東京から追放されるぞ。全地球100億人の、いやさ全地球ロリオ国の追放家系皆さんコンバテラー。そこまで言うなら挨拶もロリバトラーとかに変えろ。さあでは何を話していきますかね。というかどんな話をしてましたかね。忘れたのかうぬ。忘れたのかも何も。ほらだって6話の副音声と鳥が別日だから繋がらなくはなりますよ。鳥が別日とか言うな、バラすな、がっかりするわい。隠すようなことじゃないでしょう。別に悪いことしてるわけじゃないですから。そういうこともありますよ。ほら私たちがロリですから、あんまり収録が深夜までに及ぶと法に触れちゃうんですよね。法に触れるって言ってもロリに触れるというわけではありませんよ。日をまたいだおかげで絶好調じゃのうぬ。といったところで、まあ聞いている方には今更でしょうけれど、日をまたいだことですし、改めて自己紹介です。こんにちは、ロリくじマロリです。マロリ、いやマロリじゃよ。うぬは真のロリと書いてマロリじゃよ。そういうあなたはロリの忍ばないさん。忍ぶは、いやわしはうぬがそれを冗談で言っておるとわかるからよいが、世の中には冗談の通じんやつが腐るほどおるんじゃぞ。冗談が通じんやつ、あのガラスの向こうにいる背の低いやつとかですか。背の低いやつとか言うな、ちゃんと名前を呼んでやれ。あの方名前なんて言いましたっけね。今日も来てますけど。名前を噛んでやれ。戦場ヶ原さんにネタつぶしをされ、もう思いつかないんですよ。ネタ切れです、キレレギさんです。本当に切れるぞ我が主様が。一度もない。兄弟喧嘩の場面ですかね。そうじゃな、兄弟喧嘩というにはいささか派手じゃが、カレン B における数少ないバトルシーンですね。いややっぱアニメはバトルですからね。こういうのがなきゃ盛り上がりません。最近はそうでもないようじゃが。何ですかしのぶさん、アンチクライマックス派ですか。いやそんな派ではないがの、何でもかんでも派に分けようとするなよ。うぬ、何でもかんでも派、すごい派ですねしのぶさん。うぬ、人の話聞く気ないじゃろ。つまりベストコンディションだ。このカレンのセリフかっこいいですよね。呼び捨てにするな。いいじゃないですか、本人いないんだし。ねえおしの、わしを呼び捨てにするな、面と向かって呼び捨てにするな、しかも名字で呼び捨てにするな。うぬを切って捨てるぞ。ベストコンディションだ。まあ私は常にベストコンディションですけれどね。迷惑じゃの。妹じゃなきゃ惚れてたかもなとか言ってますけれど、荒谷さんの妹でさえなかったらカレンさんの人生もだいぶ違うでしょうね。ファーストキスを奪われることもなかったでしょうし。またガラスの向こうで我が主様が暴れとるぞ。なんだか動物園の猿みたいですね。おっと、猿は荒谷さんではなくバルカンさんでしたか。バルカンさんとか言うな、そんな名で呼ぶほど親しくないじゃろ。というか会ったことないじゃろ。そうでしたっけ。どうも番外編とか副音声とかショートショートとかが増えてきて、人間関係が把握できなくなってきましたね。誰と誰が会ったことがあって、誰と誰が会ったことがないんでしたっけね。少なくともわしとうぬは我が主様以外の人間とはそうそう関わりを持っておらんはずじゃぞ。まあまあ確かに私たちは荒谷ハーレムの中でも別格扱いですからね。荒谷ハーレムとか公式用語みたいに言うな、作中にリアルにある組織みたいに言うな。何をおっしゃっているのですかしのぶさん、あなたは荒谷ハーレムの名誉会長じゃないですか。変な役職をわしに与えるな。仮に会長なんてものがあったとしても、そりゃあの元委員長の役割じゃろ。じゃあそのハーレム川翼さんの話でもしましょうか。恐れ知らずすぎるじゃろハーレム川って。うわ荒谷さんが本気で切れてます。どんだけ笑うんじゃ。あれしのぶさん画面出てますね。もう出番ないんじゃなかったんですか。もう出番がないのはうぬだけじゃ。影の中こんなことになってるんですか。めちゃくちゃ快適そうじゃないですか。
あ、でもイメージ映像って書いてましたね。じゃあ実際はきっと牢獄みたいなとこなんですよね。みたいなとこなんですよねっていい加減にしろよ、ウヌ。いくらなんでもわしに対して暴言が過ぎるじゃろ。わしを一体誰じゃと思っておるのじゃ。誰ってロリのリノブさんでしょ。本当に誰じゃそいつ。最後にノブとつけるだけでわしにするな。これ本当なんですか。何がじゃ。いえ、ここで言ってるじゃないですか。頭を撫でるのではなく胸を撫でこって。そんなことは言っておらん。なでこだぜ、なでこだよ。ほら、会ったこともないやつをネタにするから違うキャラと混じっとるわ。あれ、これは誰でしたっけ。シスターズじゃろ。シスターズの予告編じゃろ。ちょっと整理しましょう。カレンさんが中学3年生で、月日さんが中学2年生、そしてなでこさんが中学1年生なんですよね。ちゃうわい、どんだけ流し見しておるのじゃ。でもギリロリって言えるのは中1までじゃないですか。前髪娘をロリコンビに編入させようとするな。いや、しかし我々がロリトリオになってしまえばもう敵はありませんよ。ロリトリオ、略してロリオになってしまえば。ウネの言葉遊び、ずれてずれてずれまくった末にどんどんいかがわしく聞こえてくるの。確かにロリオといえばあのガラス男のことみたいですよね。ガラス男っていよいよ誰じゃ。いや、でもほとんどガラスと一体化してるじゃないですか。ぴったり張り付いて、さしずめガラス着さんといったところかな。ああ、私のネタがまた潰されました。悲惨です。これはもうネタ海洋と言っていいです。ネタ海洋ってなんじゃ。ネタが海洋を起こしているんですよ。聞けば大体わかるでしょう。わかるか。どういう状況なんじゃ、ネタが海洋って。正確にはネタが妖怪なんですけどね。わかったぞ。ウヌ、なんかこの発言厳しいなって思った時に爆笑してごまかしておるんじゃな。心を読まないでください。私がごまかして笑ってるみたいに言わないでください。私は面白いと思ってるから笑っているんです。面白いのか。海洋と妖怪をかける程度のギャグが。口に気をつけろ、この吸血鬼。ウヌの口調って崩れることあるのか。言い方ですよ、言い方。ただ言葉をひっくり返しただけのギャグでも、私のような熟練のプロがうまく調理をすれば大爆笑のギャグになるんですよ。今副音声聞いている方、はっきり言って腹よじれてますよ。だとするとファンに甘やかされておるの、ウヌ。しかしひどい状況になってますね。もう兄弟喧嘩の範疇じゃありませんよね、これ。荒滝さんはこのカレンさんを指して強くないって言ってるんですか。言ってることおかしいですよね。まあ、ここで言う強い弱いというのは精神的なものじゃからの。秒針でここまで暴れて向こう見ずに詐欺師に立ち向かおうという人間を少なくとも強いとは言えんわい。しのぶさん、真面目に答えないでくださいよ。私は荒滝さんの言葉尻を捉えて揚げ足を取って重箱の隅をつついてゲラゲラ笑っていたいだけなんですから。最低すぎるじゃろ。人の間違いや欠点を指摘するほど楽しいことはないじゃないですか。うぬ、ほんとロリでよかったの。ギリギリロリということだけで発言が許されておるの。無邪気なふりをしようってからに。ロリロリギリということだけで発言が許されている無邪気なロリ、それは私のことですか。わしはそんな発言はしておらん。ただあれじゃな、こうしてうぬと二人でおしゃべりを続けておることで相対的にわしの好感度が上がっておるような気がするな。そう考えると私そんな役回りですね。うん、そういう言い方もできるな。役回りの回りっていう字書いてみたら、ロリロリって言葉を一つにまとめたみたいに見えませんか。見えるかい。豆知識。一周二周の周の字で書く方の回りという言葉でもやっぱりロリという字が見て取れます。皆さん想像しても分かりにくいと思うので、ここは実際に書いてみてください。おー、あー、なるの。ひらがなのリとカタカナのリがデザインがほとんど同じじゃから、一度そう見えてしまうともうそうとしか見えん。とんだ豆知識じゃの。小さいという意味では豆知識ではなくロリ知識と言ってもいいかもしれません。うむ、本当に何回言う気じゃ。たかが1時間の副音声の間にロリという言葉を。あれ、そろそろ A パート終わりそうじゃないです。うむ、うぬがロリとしか言っておらん間にな。いや違いますよ、ちょっと待ってくださいよ。これはさっきの話の逆で、 A パートが短かったんですよ。 B パートが長めな設定なんですよ。でないとさすがにロリの話だけで A パートが終わったりはしませんよ。 A パートというか前の話まで含めて、ここまでうぬはほとんどロリの話しかしておらん。視聴者の中でロリかっけー皆さん以外の皆さんは今あぜんじゃぞ。以外の皆さんは見てないです。そんなわけあるか。どんなアニメじゃ。本当のタイトルは偽物ガロリです。ガロリって。視聴者の皆さん、ガロリーの摂取は十分ですか。ガロリーってなんじゃ。カロリーみたいに言うな。熱量という意味では似たようなものかもしれませんね。あー、このアニメは650ガロリーだねーって。その弦でいけば詐欺師が登場する B パートはガロリーが低下するのですね。では A パート終了です。
はい、ロリパートです。いえ、Bパートです。ついにかけることさえやめたか。ここから先はでも辛いですよね。真面目なシーンばっかりでバトルもギャグもありませんからね。いくら副音声といえどシリアスなシーンの裏でふざけるわけにはいきませんからね。いや、今さらそんなことを言ってもわしにはもう分かっておる。ウヌがこのシリアスなシーンに特に構わずふざけ続けるつもりじゃと分かっておる。ロリるかどうかはともかく、このシーン本当にコメントすることがないんですけどね。だって知らない人と知らない人と知らない人が会話してるだけなんですから。ロリルってなんじゃ。ロリの話をすることをロリルなどと表現するな。あと今詐欺師とツンデレ娘はともかく、ウヌ我が主様まで知らない人と表現せんかったか。知らない人ですよ。誰ですかあれ。物語シリーズを通して初登場のモブキャラですか。ブキャラギさんですか。ブキャラギさんとは我が主様の株も落ちるところまで落ちたという感じじゃの。相変わらずガラスの向こうでクズ折れましたが、身を持ち崩したクズがクズ折れましたが、あんまり言い過ぎると我が主様が自殺するぞ。吸血鬼だから死なないでしょう。それにクズといってもひょっとすると星クズかもしれませんよ。いいように言うの。奉仕するクズかもしれませんけどね。微妙だと思うなら言うなよ。思いついたこと全部言うなよ。微妙だなんて思ってないです。爆笑のネタだと思って言ってます。ドッカンドッカン来てます、私の中で。まあ確かに話すことがないというのはその通りじゃな。これこそアンチクライマックスの極みのような展開じゃしの。ほら、わしはこの時我が主様の影に潜んで話を聞いておるからの。その時も思ったことなのじゃが、この詐欺師戦いも反論もせずに謝って帰ってしまうじゃろ。悪党にこういうことをされると辛いのじゃよな。はあ、しかし謝らせたのならある意味勝ちじゃないですか。ごめんで済んだら警察はいらんと言うじゃろ。本当の悪党というのは負ける前に適当に謝って済ませてしまうやつのことを言うのじゃ。怖いじゃろ、負ける前の適当な謝罪。まあ突っ張って意地を張ってあくまで戦い続けてくれるやつの方がぶっ倒しやすいのは確かですよね。実際海木さんは詐欺を中断こそしますけれど、ほぼ無傷で帰ってしまうわけですし。まあ世間連れしたしのぎ方じゃよ。のらりくらりとかわされてしまったようなものじゃが、まあしかしそれを言ったら我が主様の目的も、それにツンデレ娘の目的も詐欺師をぶっ倒すことではなかったからの。それで良いのかもしれん。ツンデレ娘さん、もとい戦場ヶ原さんの目的はぶっ倒すことだったんじゃないですか。当初はの、その目的を我が主様が変えさせたというわけじゃなあ。すごいじゃろう我が主様、かっこいいの、渋いの。デリデリじゃないですかあなた。は、何のことじゃ。別に褒めておらんぞ。わしは当たり前の事実を当たり前に語っただけじゃろ。気づいていないです。悪口言うのと同じ感覚で褒めてます。立ちが悪いです。ほれ、ウヌもそろそろ我が主様について当たり前の事実を述べろ。ロリだのクズだのロリクズだの言っておらんと。私にとってはそれが当たり前の事実なんですけれどね。別に毒舌のつもりもないです。そういえば太陽の出ている時間ですけれど、忍さんこの時起きてたんですね。眠気を超押しての。まあ実際のところ吸血鬼であるわしは寝なくても平気といえば平気なのじゃ。寝たいから寝ておるだけじゃ。寝たいから寝ているだけというのは、つまり忍さんは甘いものを食べ出したら止まらないみたいな感じで寝続けているわけですか。自堕落すぎるでしょうそれ。何を言うか、睡眠欲は食欲性欲と並ぶ人間の三大欲の一つじゃろ。おろそかにはできん。あなた人間じゃないでしょうに。食欲に関しては吸血鬼も文字通り人魚には落ちんぞ。ウヌのことも食べてやろうかの。カッカ。あ、その笑い方いいですね。お？カッカってやつ、私もやっていいですか。カッカ。違う違う、カッカカッカ。うむ、だいぶ上手くなってきたぞ。ただ欲を言えばもっとこう下げすむように、あざけるように、心の底から見下すように。カッカカッカ。いやこれで私に新しいキャラがつきました。カッカ。ガラスの向こうで我が主様がまたカンペを出しておる。僕の八九時に余計なキャラを教えるなとのことじゃ。カッカカッカ。確かに無邪気さとか幼稚さとか痛い気さとか根こそぎ消える笑い方じゃからの。逆にわしがウヌの笑い方を真似するというのはどうかの。ってやつですか。いや、その大爆笑ではなくてじゃ。私のキャラをコピーしたいのならば、笑い方よりもむしろ普段の口調かもしれませんよ。忍さん喋り方が古風すぎるから無邪気っぽさに欠けるんですよ。はっきり言うの。うぬ、わしを舐めすぎじゃろ。その一人称ですよ、わしって。そんなロリがいますか。いや実際わし500歳じゃからの。まず一人称を幼くしてみましょう。うん、つまり私というのか。いや私でも本来はまだ硬いのじゃよな。ではあたしか。いえ、
しのぶちゃんです。ん？え、何？今わしを慣れ慣れしく呼んだわけじゃなくて、わしの一人称をしのぶちゃんにしろと言っておるのか？はい、迷いちゃんのおすすめです。正気か、うぬうぬとか言わないでください。では例文の後にリピートアフターミーです。しのぶちゃん、ミスタードーナチュが大チョキなの。しのぶちゃん、ミスタードーナチュが大チョキなの。ちょっと待って、今ガラスの外で我が主様がもだいしんだが、わし今とんでもないことをしたんじゃないのか？ええ、まあしましたね。なんでそんなことしたんですか？ウヌの殺し方が思いつきすぎて身動きが取れん。カカ、うわぁ、ムカつくの。なんでそんなにうまいんじゃ。何を本家を超えようとしておるんじゃ、ウヌは。というか、何気にさっきから後ろの画面気になるの。後ろの画面とは？だからあれじゃ、画面の中の画面じゃ、スーパー戦隊が戦っとるじゃろ。それがなんかこう結構変わった映像じゃぞ。はあ、よく見えますね、そういうの。吸血鬼は目がいいんでしたっけ。そういえば思い出しますね。確か荒木さんもその視力で遠くの私を発見してくださったのでした。ほう、その頃はまだわしは我が主様の影には住んでおらんかったからの。よく知らんのじゃ。あ、なんでしたらブルーレイ貸しますよ。アニメ化け物語第2巻、迷いマイマイ。いや、結構じゃ。え、ああ、再生環境ありませんでしたか。じゃあ DVD をご用意しましょう。再生環境の問題ではない。ウヌのエピソードをわざわざ手間をかけてまで見たくないと言っておるんじゃ。おやおや、6巻なら見てもよい。ほれ、パッケージがわしのやつじゃ。結局しのぶさんも自分のことばっかりじゃないですか。あ、でもそれを言うなら、まさにこのカレン B かっこ下のパッケージ映像もしのぶさんですよね。うん、ドーナツ風呂じゃ。幸せじゃったの、あの撮影会。撮影会？なんかいかがわしい響きですが。撮影会という言葉からいかがわしさを感じ取るウヌのセンスはいささか恐ろしいものがあるの。だってロリの撮影会ですよ。いかがわしいに決まってるじゃないですか。あ、ロリのって言っても、これはしのぶさんの名字のことを言ったんじゃなくて、普通に名詞プラス助詞としてのロリのです。いらん注釈すぎる。わしの名前をロリので固定するな。撮影の殺が殺すという字だったらいかがわしくないです。別の意味でいかがわしいじゃろうが。私はなんないんですかね、パッケージ。あ、うぬ、ひょっとしてこのアニメ偽物語のパッケージの中で自分がパッケージにならないものかどうかと思いを馳せたのか。ええ、そうですけれど、それが何か。何かじゃなかろう。なるわけないじゃろ、そんなもん。うぬが一体何をした。ここまででも何もしてないし、ここからも何もせんじゃろうが。ああ、やめてください、やめてください。しのぶさん、ネタバレですよそれ。この後控えている月日フェニックスで私がどういう活躍をするかは、テレビ放映を見ていない人はまだご存知ないんですから。だから活躍せんのじゃろうが、ウヌは。出ては来るけれど、我が主様と楽しく遊んで終わりじゃろうが。だからネタバレですって。しのぶさん、あなた、主人公がラストで死ぬって教えられて映画を見ますか。世の中には推理小説を逆から読むやつもおるからの。それに今の時代ネタバレを避けるのはかなり難しいじゃろう。知りたくなくとも情報の方から勝手に入ってきてしまうぞ。ああ、それ戦場ヶ原さんも言ってましたね。まあ情報拡散の速度がしのぶさんの時代とはだいぶ違いますからね。待て、ちょっと待て。今ウヌ、わしの時代を過去のものにせんかったか。今じゃってわしは全然現役じゃぞ。今もわしの時代じゃぞ。まあ幼女の姿の今こそがしのぶさんの全盛期といえばそうなのかもしれませんね。あ、でも今のしのぶさんっていわば偽幼女なわけですから、真の全盛期は492年前くらいですか。前世紀っていうよりもう前世ですね、前世。ウヌを来世行きにしてやろうか。とにかくネタバレはやめてください。というか、これ喋っている時点ではまだ4巻と5巻のパッケージが誰になるか決まってないんですから、本当に希望がないわけではないのです。普通に考えたら4巻は妹子じゃろうが。まあ最終巻は確かにわからんがの。といったところで、また気がつけば終わりそうですね。クライマックスは過ぎた感じでしょうか。いえ、アンチクライマックスですから、クライマックスはそもそもなかったんですよね。強いて言うなら、山はこの後かの。我が主様とツンデレ娘の二人きりの会話の方がクライマックスじゃ。でも二人きりって言いますけれど、その時にも忍さんは荒木さんの影に潜んでいるわけですよね。一緒にいるわけですよね。あ、でももう危機は去ったわけですから、あれですか、もうおねむですか。むしろ二人に対して気を利かせる感じで。いや、起きとった。おっと、むしろギンギンに起きとった。
興味津々で二人の会話を聞いておった。まあ裏方の身としてはそれくらいの楽しみはないとの、役得というやつじゃ。そのレベルで生活を監視されているとさすがに荒々さんも思ってなかったんじゃないですか。ガラスの向こうで顔面蒼白ですよ。あの人顔面蒼白というかもう人面相みたいじゃの。確かに似てますね。荒々さんと人面相も顔面蒼白という字と人面相という字も顔面が白いと書けば面白いのに顔面が青白いと書けば顔面蒼白になるのはどうにも腑に落ちないものがあるがの。日本語はややこしいわい。世界一難しい言語とも言われますがね。本当なんでしょうか。検証のしようがなかろう。誰もが母国語を持つ以上は相対的な評価しかできんじゃろうしな。しかしそういう意味では忍さん日本語お上手ですよね。ペラペラじゃないですか。そういえば世界中を旅する忍さんですから、ひょっとしてかなりの数の言語を操れるとかですか。言葉を覚えるほど馴染んだ国はそんなになかったの。言葉は喋らないと身につきませんからね。つまり現地の人間とコミュニケーションを取った国はそんなにないというわけですね。ふん、なるほど。となると忍さんが日本に来た時のエピソードなどが気になるところです。勘ぐるな。そういうのはまだネタバレになるから明かせん。自分のネタバレは防ぐ気ですか。勝手ですね、そういう態度。うぬに言われたくないわ。傷物語待ちですか。傷物語でもちょっと微妙かの。わしの過去はそれなりに謎めいておるからの。謎めいておるというか込み入っておるというか、つまり鬼物語待ちですか。ちょっと待て。時系列的にうぬがここで鬼物語の話を持ち出すのは明らかにおかしいじゃろ。わかんないじゃないですか。時系列的にとおっしゃいますけれど、この収録をいつしているかなんて本当のところはわからないんですから。別日に撮っているというのなら、その別日はひょっとしたら1年後かもしれませんよ。時系列をこれ以上ややこしくするな。あんまり突き詰めていくとこの副音声という企画自体がタイムパラドックスを生じさせてしまうじゃろうが。タイムパラドックスの話は歌舞伎物語でするべきですかね。だからややこしくするな。いいんですよ忍さん、私はメタ発言をしていいという立ち位置のキャラなんです。忘れましたか、私の肩書きを。ネタ発言をしていいという立ち位置の肩書きなんぞ知らんわい。八九時 P ですよ、八九時 P。 人呼んで P スイッチこと八九時迷いです。うぬを踏んだらその辺のブロックが全部コインに変わるのか。それは興味深いな。まるでどこぞの王様じゃの。まあとにかく私は八九時 P ですから、シリーズの全体構成を把握しておかなければならないのです。つまり私は続終わり物語まで完全に内容を把握しているのです。いやいや、まさかあんなことになろうとは。すごいですね、続終わり物語。いや、それもう原作さえ存在せんじゃろ。え、原作って何ですか。世界に原作とかあるんですか。ああ、原作はないという設定なのか。設定って何です。そういうわけのわからないこと言うのやめていただけますか。いや、もう何がなんだかどこ時空なんじゃよここは。で、恋人の処女性を確認したあの最低男の話はそろそろおしまいでしょうかね。その言い方。実際のところ何歳くらいまでなんですかね。初恋の相手とか初めての彼氏彼女とかそういうのにこだわるのって。その辺男女で偏りがあるみたいじゃがの。少年漫画と少女漫画の傾向を見る限りでは。漫画で判断されましても国内国外の話もあるんじゃないですか。家族観も文化によってだいぶ違うようですし、海外ドラマとか見るとそういう風に思います。家族間の。確かに我が主様の妹子に対する態度は海外ではとても通じんものかもしれんな。そうなってくるといよいよ妹さんたちの処女性ががぜん気になってくる私です。彼氏持ちじゃなかったかあの二人。え、そうなんですか。うわ、がっかりです。ファンやめだ。いつからうぬがファイアーシスターズのファンになったんじゃ。お、そろそろあのシーンですね。あのシーンとは。いや、ここは聞きましょう。戦場ヶ原さんのデレゼリフですから。表情も好きなんですよ私は。うむ、ではまあ聞こう。今夜は私に優しくしなさい。キヤッホン、デレかけー。うぬには時に日本語の可能性を感じさせられるの。ロリデレーというのはどうでしょう。なんじゃそりゃ、わしのことか。ああ、そして今回のオチに入りましたね。ところでなんでこのエピローグ、あの姉妹は裸で抱き合っていたんですか。あれはあれで都市伝説の治療法かの。ほれ、
風邪は人肌で温めれば治るとか治らんとか言うじゃろ。ふーん、なんか月日さんの方は影が薄いなと思って見ていましたけれど、ちゃんと活躍もするんじゃないですか。何視点で物を言っておるのじゃ。上からすぎるじゃろ。ほれ、エンディングテーマが流れ始めたぞ。これは前作からの恒例じゃな。エピソード完結会のエンディングではこんな風に本編に重なる形で流れてくるという。例外もあった気もしますけどね。まあでも私の時は少なくともそうでした。わしの時もそうじゃった。いや、あなたの時とかまだないでしょ。やめてください、しのぶさん。あなたまでメタ発言をし始めたらこの副音声収集がつかなくなってきます。しかもこのエンディングでもうすぐ終わるというタイミングで。大丈夫じゃ。この話の予告編はやたら長いからの。多少押してもお別れの挨拶くらいはできる。お別れの挨拶ですか。苦手なんですよね、そういうの。おしのさんじゃありませんけれど。ああ、あのアロハ小僧は絶対に別れの言葉を言わない男なのじゃったな。しかしそれ大人としてダメですよね。フラッと姿を消していなくなるというのは。ダメと思うのならウナはちゃんとしろよ。私は大人じゃなくてロリだからいいんです。ロリは突然消えていいんです。大事件じゃろうが。ロリが突然消えたら。結局ロリの話ばっかりしちゃいましたね。さすがロリコンビです。ロリの話をしておったのはウヌだけだとわしは主張したいの。いやいや、この栄誉は2人で分かち合いましょう。なんなら荒田木さんも入れて3人で分かち合いましょう。栄誉、つまりグローリーを分かち合うのです。とことんロリを絡めるの。時間がある人には数えてほしいわい。一体何回副音声中にロリという言葉が出てきたのか。それじゃあそういう方のために最後にダッシュかけますね。Q 出してください。 Q。 はい、ロリ目ロリモノガロリカロリロリカッコロリロリ長ロリガトウゴロリました。ロリクジマロリとロリロリノブでお届けしたこのロリ音声、ロリ死んでいただけましたか。よろりければこの後に続く幼き日ロリックスもご覧いただきたく存じます。幼き日ロリックスってよくそんなこと思いつくの。実際何回言いましたかね。好きな人にはたまらない副音声になってしまいましたね。これはたまらなすぎるじゃろ。いいじゃないですか。副音声にもいろいろ変化をつけていかないと飽きられちゃいますからね。こういうパターンもあるということです。次の第4巻は真っ当な幼者がな、我が主様の妹子2人のコンビでお送りするらしい。ふむ、つまりはファイヤーシスターズですか。これは真っ当というか本命ですね。果たして彼女たちは副音声収録中に何度ロリと言うでしょう。一回も言わんにかけるわ、わしは。というわけで何かいいことあったらいいです。お相手はロリクジマロリと、いや最後くらいちゃんと名前を言え、ハチクジマヨイと、オシノシノブと、まあガラスの向こうの荒々木小読みじゃった。ロリーペデルチ。なんじゃその挨拶。